パソコンサンデーパソコンサンデーはテレビ大阪の制作によりテレビ東京系列局メガトンネットワーク後の TXN で1982年3月7日から1989年6月25日まで毎週日曜朝に放送されたパーソナルコンピュータ関連の情報番組であるテレビ東京系列局ではシャープの一社提供 開始月のみ7時から7時30分に、放送していたが、その翌月からは9時30分から10時に枠移動し、最終回まで、この時間で放送した。なお、テレビ、東京系列のない地域、なかった地域の一部では、系列外番ハンネットが行われた。当時パソコンは高価ではありながらも、メーカー各社から、最新機種がこぞって登場し、NHK 教育テレビの、 趣味講座前混入門において、メーカー名などが伏せられてはいたものの、NEC の PC-8001 が採用されて、パソコンブームの火付け役となると、一大ブームとなっていた。そのような背景から開始された、この番組は、パソコンソフトの様々な利用法をわかりやすく、説明するとともに、その他のパソコン関連の情報も提供していた。放送開始当初は、 MZ-80B や MZ-2000 といったシャープの当時の最新機種を使って基本操作やベーシックを使ったプログラミングの基礎を解説していた。また当時としては画期的なアイデアとして副音声でパソコンのプログラムデータを音声により配信する試みも行われていた。視聴者はその音声をカセットテープに一旦録音し、 当時パソコンの外部記憶装置として一般的だったデータレコーダーでそのテープを読み込むことでプログラムを利用できるという仕組みだったが実際には録音時の受信状態や位相の問題などでプグラムをうまく読み込めないケースが多かったようである。なお副音声はこの部分以外は無音で放送されていた。司会は当時系列キー局テレビ東京のアナウンサーから フリーキャスターに転校した小倉智明。一時降板したが、大和田幕、下條アトム、南とよかずと変遷した後、中期には小倉が復帰しその後は番組終了まで担当した。歴代の女性アシスタントとして、萩尾緑、斉藤智子、白石丸美なども出演している。また宮永義道がプログラムの専門家として、最初期より、 レギュラー出演していたが、番組末期に降板した。中期以降は、山下明やパソコン評論家として、高橋雄一などもレギュラー及びゲストで出演。当時、発売前の X68000 を詳しく紹介したこともあった。後期のリニューアルまでは、姫神センセーションのファーストアルバム、奥の細道に収録されている、ガンドゥがテーマ曲に使われていた。 メガトンネットワーク、現、TXN 指導後に、KBS 京都が、テレビ東京系番組、しかもテレビ、大阪製作を、同時ネットした非常に珍しい番組である。NEC 搭載の N88 ベーシックと微妙に、異なる MZ や X1 シリーズの、ベーシックプログラミングや使い方の各種情報を、提供。これは NEC に対抗する意味もあった。そのため、 最初期は宮永義道を講師とした MZ シリーズ用ベーシックプログラム講座番組の色合いが非常に強く、プログラム講座用の番組テキストも販売されていた。また司会の小倉はエラーを出しては、講師の宮永の指導により、プログラムを修正するといった役どころから番組内でエラーマンの異名が付けられ、小倉本人も司会再登板後の番組中期頃までは、 頻繁に自称していた。後に視聴者から投稿プログラムを募集、紹介し、出演者で採点評価したり、常日の副音声によるプログラム配信も行われた。オープニングアニメーションは MZ-2000 で作られ、プログラミングはキャリーラボの平野陽一郎が担当した。テーマ曲は姫神センセーションのガンドゥ。この頃一時降板していた小倉が復帰。 パソコンの普及に従って、プログラミングよりも市販ソフトウェアの使用を中心とするユーザーが一般化していったことや、この頃発表された X68000 が、とりわけ、ゲームユーザーやハイエンド PC ユーザーに高い支持を得て、他メーカー PC との住み分けが明確化されていったことなどから、プログラミング講座よりも、山下明や高橋雄一によるすぐに使える、パソコンゲームの小技、 裏技や新商品情報などパソコン情報紹介が番組の中心となっていった。プログラミング特集では X ベーシックから X68000 のコンパイラを用いた C 言語プログラミング等も紹介されるようになる。ゲーム紹介では PC エンジンを内蔵した X1 ツインの登場により PC エンジンソフトが紹介されることもあったが番組内では PC エンジンの名前は使われず、X1 ツイン用ゲームソフト、HE システム用ソフトなどと呼称された。また稀に、シャープ製のツインファミコンを使って、ファミコンソフトが紹介されることもあった。番組のオープニングテーマがテレビ朝日系朝まで、生テレビ。でも採用されているジェフ、ニューマンヒズオーケストラのポジティブホースになる。最末期にはさらに別の曲に変更された。 司会の小倉以外のレギュラー出演者はすべて変更となり番組最初期から出演していた宮永義道も降板。副音声によるプログラムの配信や視聴者プログラム、投稿コーナーも終了し一般ビジネスマン向けのコンピュータ情報レポート等のビジネスユースを対象した特集が増えるなど大幅にリニューアルれる。ただしパソコン紹介やゲーム特集などホビー寄りの特集ではその後も 山下明や高橋雄一がゲストとして出演し、89年春以降の最末期には両名ともレギュラーに復帰している。番組スポンサーであるシャープの意向により、1989年6月25日放送分をもって7年4ヶ月間の歴史に幕を下ろした。ふとじは、テレビ、東京系列教区、東海地方では、在名局の東海テレビからテレビ愛知に放映権が、 移ったが、在名局の移行先が広域局ではなく、県域局であり、この放映権移管後に独立県域局の岐阜放送、三重テレビで放送されることがなかったため、結果岐阜、三重の各県域局では視聴できなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。